鉄道設備における有効調とは、停車場内で列車が発着する線路で分岐き手前の車両接触限界の間の距離、または車両数のこと。線路有効調とも言う。線路有効調は、列車の長さに停車位置の誤差や出発信号機を確認できる距離などを加えて求める。運転業務面では、ダイヤ作成担当者は、 プラットフォーム内市域違い設備などの有効調を考慮して列車の設定を行う。車両接触限界標識車両接触限界とは線路が分岐している箇所において他の線路の車両が接触する限界の地点のことでその地点には車両接触限界標識という低い角柱が建てられている。停車場に列車が停車する場合は隣接する線路の車両と接触しないよう この車両接触限界標識の内側に収まるようにしなくてはならない。区本仏駅のプラットホームまた、特に駅においてはホームにかかる車両数で表す。ホームにかからなければドアを開けないか、その手前の駅で解決を行い、少ない車両数で対応することになる。例として前車は、東急電鉄の区本仏駅や、東日本旅客鉄道の田浦駅など、校舎は、 北陸本線内の新快速や近鉄名古屋線の準急などがある。一切のずれなく列車を停車させることは不可能である上、すれ違いや乗降客などの車両の横揺れなどを考慮しなければならないため、ある程度の余裕を持たせる必要がある。ありがとうございます。